アルスーアは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカでアルスーアに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は6328人。住民故障は、エルツン。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.40%。アルスーア派アコルーニャ県の南東部に位置し、コマルカでアルスーアに属する。北は、 ボイモルトとフラーデスと、東はサンティソとメリーデと、南はポンテベドラ県のビラデクルセスと、西はトーロとオピノの各自治体と隣接している。アルスーアは、アルスーア司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は22の教区の246の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア民族主義ブロックのホセルイス・ガルシーア・ロッペス。 自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック、6、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、1となっている。アルスーアは、ガリシア州の代表的なチーズの産地で、原産地故障がなされているアルスーアウジワで知られている。毎年3月の第1日には、チーズ祭りが行われる。アルスーアは22の教区に分けられる。ありがとうございます。